どうみさんこんばんは、まさしでございます。はい、今回のセミさん、今なんか結構いろいろね、環境も変わってきて、ごちゃごちゃしとるじゃないですか。まあ、そんな中でもね、結局ね、皆さん、こいつ使ったらおもろいですよ。ということで、これペロスペロを使って遊んでいきたいなと思います。やっぱもう、状態上も今結構ね、まだまだ刺さる環境なんですけども、やっぱりその、今、ロジャーがおるせいで、ゾロとかシャンクスが増えてきとんで、まあ、シャンクスは無理なんですけど、まあ、ゾロが大量発生しとんで、もうペロスペロでね、もう雨にしてはめ殺しできるんで、結局やっぱり、どの環境でも、こいつがね、その、生きるんすよ。あ、でも一回雨状態したらほぼほぼ勝ちなんで、まあ、早速こいつでね、やっていきたいなと思います。行きましょう。さあ、一試合目行くぞということで行きましょうか。相手のチーム、あれ、衛星持ってもそうか、今おるけんさ、こいつも状態以上入るし、まあ、あと誰だ？まあ、レイリーもおるし、ブラックレイリー意外と多いよね。やっぱりみんなあれや、抱き合わせで当てとんが多いんで、まあ、ほんまや、ロジャー自体も一応入るっちゃ入るんすよね。確か状態上、あれ 97% 以上で無効化。まあ、ほんだけど、剥がすのはちょっと厳しいけど、まあ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 、その路上やったら絶対負けんのんで、もうなんか路上やったら絶対負けんとかなんか朝倉未来みたいな感じなんですけど、まあ行きましょう。どうしようかな、今回。いい旗取ったってこと、ロジャーがなんで一陣取ったの、どういうこと、トレーボルとレイリーおるんか、ほな、どうしようかな。戦車、衛星マンとっと、いや、でもどうだろう。トレーボルも正直、うんげーなとこあるけど、あれや、とにかく怠慢でしたい。ほんまに。ここしかも夜のアルバスだけ、ゴミステージじゃないですか。もうだから全然怠慢で倒す。おぉ、ちょっと。オッケー、回復崩したよ。もういける。あんでスキルぶっぱするんで、オッケー、トレーボルが今回誰いける、勝てるけん。ねえ、待てとするけん。じゃあこれ、ねえ、うぜえな。オッケー入った勝ちや。あ、ただヒットなんすよね。ドッピーかよー。懐かしい。久しぶり使うけんな。もうこれで勝ち状態ですよ、ほら。はぁ、おい、ドミー。なんか来やがったな、うぜえな。ちょ、これ、ま、入れ。さあ、君マジでこいつ俺嫌い。ちょっと待って、待って、オッケー、入れ、状態じゃ、うわー、これなんよな、ダメだよトレーボル先輩。ちょっとやめて、オッケー、はい、ダメー。ちょっと攻めすぎた、やばい、攻めすぎた、どっちけ、ちょ、足が遅い、決めーなー、邪魔が入ったせいのあれだ、もう最悪、いや、あれ落ちけ、でもだいぶ強いな。って裏にはロジャー持って、古き方のロジャーなんで、結構こいつ、やっぱあれやんな、腐らんよな、うん。無能力者でさ、普通にその状態以上、なんか単純に戦いやすいっていう、こんな感じで、まあ、ゾロこれはおまけやけど、普通に楽しいよな。やっぱワンパンやし、できるし、カムサリで普通に。なんだかんだその無敵スキルなくても、なんかちゃんと当てれるし、カムサリビームあるしな。どうしよう、火力もさ、普通に高いよな、カムサリ。まあ、当てれば当てるほど高いけど、まあやっぱ、このどの時代でもさ、あれ多分突撃来ると思うんで、さあジャストガイ引きましょうか。オッケー。で、これ溜めたらええねん、これ俺素晴らしいんすよね。ちょ、これ、俺の方が。ねえ、お前、何カムラ長すぎだろ、それは聞いてないよ、そげーぜーねん。ここずっとばかりにジャストガッチャしてきやがる。いや、待って、死ぬ、マジで。マジで死ぬ。ちょっと、いや、さすがにブースト中の衛星マットの火力は半端ないな。さあ、オッケー、でもよ。でも、ペロスペロの出番なんで、倒しに行こうか。冷静もと、待って、めっちゃ一心攻めに来てもいいけど。いや、あれ、どうしよう、剥がせん、これって剥がせんよな、だってこれ、無理じゃんな。やっぱ、ほうじゃん。あ、剥がせるんや、これ、ペロスペロのこれ。そっか、吹っ飛ばしになるんかな、どうなんだろう。いや、もうこれ、すったらしてうざいよな、これ、ほんま、マジでこれ、消せよ、さっさと。えぐい、もうこれ、あれ、アイアンメイト置いとこう。お、状態、素晴らしい。おい、ふざけんな、吹っ飛ばし攻撃を付与するだ、バカ。ちょっと待って、ナイス。いや、で、マジで、もう、状態以上、これ、ナイスゾロ！けど、待って、全然味方が誰も、あ、これ、アメラムズに置いとこう。ほんと、あ、何カメラ阻止できる。お前かよ、また、ふざけんな、もう、さあ、2試合目行くぞ、ということで行きましょうか。相手のチーム、おでんと、誰か、ゴキベル。で、トラファルガロー、まあ、いけるか。ニカがちょっときついけど、まあ、ちょっとね、耳型に頼んで、まあ、削れと間に、まあ、ちょろっとアメナメクジ掘り込んで、パクれたらいいけど。あれ、ナオロパンがいけ、だいぶやりやすいぞ、今回。いや、どうしよう、ゾロが、おでかいな、まあ、ゴキベル落としたでかいぞ、それ、お前。じゃあ、キットが。これ、トリギアコンかな、怖いな。いや、ちょっと待って、あ、何、そっち行ってくれた？返した、お前。オッケー、返した、見えたけん。オッケー、これよ、皆さん、これなんよな。なんかゴキベルごときにはこんなんいらんねん。すごい。いや、バテたら勝ちっていうか半端ないわ。さあ、アイセンマット掘るけど、これゾロ君に任せたいけど。いや、これ俺見よんな、ちょっと待って。硬いけど。あ、これ、剥がれてないか。しかも、やけん、アイセンマットはちょっと相性普通に悪い。何かも無理なんよ、これ。どうしよう。あ、
配室山取ったらお前デカすぎ任せろ。よーし来れないよ。おい待ってよ、ちょふざけんな。なあもうだるい、キモいわお前、死ね。オッケー倒しますね、せめて。いやオッケー、ちょっと待って。いやえなんで俺のアイアンメイディン消えんの、ふざけんなよ。まあいいや、これはいけ。ちょニカ誰かちょっと倒して。相性が悪すぎる俺と。いやどうせ待ってよ、これ一陣。いや真ん中全部取られとんな。おでんくんおるけん、ヤマトとちょっと相手ニカを落とさなあかんけん。いやー俺うん、きついな。え、待って、あの7番のさ、ニカさ、拙者の剣内入っとるっすよ。まあ、これとりあえずさ、流しで置いといてみるか。せーな。あ、待って待って、アイセンまで落ちたけん。干したら拙者出れるぞ。ちょ、これ、ペルスルを待機して、で、お、うわ、ブースト来てるか、待てよ、落ち着け。ほんなら、トラファルガーロー。でも、こっちも、あと一応、あとブーストだけど、遅いな。旗が全然取れてない状況。やばい、落ち取る。んー、どうしよう、待って、まずいけど。あと15秒で開門するけど、やばいなちょっと。ニカ多くないマジで。いけるよ。キッドは拙者任せろ。無敵スキル使え。お、まあ、回避使ったミトルスよ、拙者。おい、ダメ。よしよしよし。ああ、待って、キッドこれ落とすのデカすぎる。もう、キモいね。邪魔すなこれ。長いわな、お前。これ、キモいわ。状態上。なんでこんな長いんだよ、気性いな。待って、ブースこっちも来るけん。ナイス、フェイント入れろ。撃て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 。たぶん、パンクチャービル撃ってくるけん。任せろ、オッケー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 。で、これで打ち込んで、とにかく、もう HP 削れ。ブーストくるけん。ブーストくる。オッケー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 。ほんだら、これ、ウェーイ。アイアンメイド置いといて。殴れ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 。オッケー。いや、もう、だから、キモいねん、雷。お前、死ねえよ、俺。はい、はっきりしろ、クソだるいな。で、お前、そっち、キットの方は、終わってるんでダメっす。え、なんでそれ、ジャスト書いてないの。ちょ、死ぬ。もう、誰ちょ待って、うざいわ、これ普通に。けど、お前そっちの方も終わっとるけんな。おい。あーまーい。で、回避するけん。これ、おい、よいしょ。ダメになるでしょ。肩肩いけど、こっち割合やけんな。よしよしよし、ちょ、肩取ろう、誰か。ちょ、おお、すごいめっちゃ頑張って、あたとは言えるけど。肩なんじゃそれ、頑張ると、おぉ噛みすぎる。さあ、3試合目も行くじょうということで行きましょうか。相手のチーム、またこれまで状態じゃ入れにくいキャラばっかりやな。いやー、ちょ、ロジャーうざいな。てか、ニカ多くないよ、マジ。いつでもニカルフィ多いな。やっぱり、キッズが大好きやけん、もう多いんだろうな、多分。ゲームで一番多いよな、こいつが。バウンティーラッシュの中で人口が。もう、なんでこれ全員で試合だとりに来とんな、ロジャー、お前試合だっけよ。いやー、ちょっとアイスレマとの接種無理なんで、もう全、もういいよ、もう全員で裏取り行こう。もう全員で裏取り行こう。もう、ゲームが崩壊しとる。おい、ソロ、お前、それやれ、アイスルマト。終わっとる、これ、もう、ほんまに。あ、キット出してね。どういうかいよ、拙者が見逃すわけねえだろうが、バカが。オッケー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 。よし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 。むちゃ、ね、たまにはこういうわけわからん戦法も役に立ったりするんですよね。さあ、アイスルマト来よるよ。はい、ジャスト勝っていただいて。いやー、これちょっと、待って、お、ワンダーしちゃうね、お前、これなんですよね。これ、皆さん、もう、これ、思っただろ、お前ら先輩して何しようねみたいな。ちゃうんすよ、こういうことなんですよね。はい、死んじゃいましたけど。あおいむちゃくちゃやな、もうこれ、もう、終わっとるだろ。ちょ、みんな嫌がらんと戦おう。何をしよう、ゴキベル、お前、ほんま。いや、待って、これ、誰が旗抜くん、ちょ、ロジャー旗抜いて。よしよし、危ない危ない。さあ、これ、かぶされて、敬遠したみて、どこ向かって撃つ。なあ、もう、ないわ、ほんまにか、キモいな。死ねえ、ニカルフィー消せよ、ロジャーいらんけん。もう、なんだと、これ、強すぎだろ、ほんま。ジャストガッチャいただいて。ほら、よっと、よいしょ、ちょっと旗抜こう。ちょ、もう旗抜いて、マジで。あ、もうこれ負けた。ほんま、このゲーム。はははは、くそ、消えすぎだろ、マジで。さあ、ラストの試合行こう。さっきのほんま、ゴミじゃろ、マジで。ほんまもう。まあ、いいけど、今回はアーロンパークなんで、みんながね、わけわからん、ムーブできんけん、ライト配信しろ。てか、ヤマト多くない？アイスヤマト、ほんまなんか最近やたら見るわ。もう、どうでもいいんですけど、マイキンチームが今回ニカとおでん。いや、歌とかおるんか。てか、状態以上入りにくいキャラばっかりやな。まあ、行きましょうか。あれ、おでんってさ、運べたっけ？キットの使いを人やったらわかるんやけどさ、おでんはね、通常でご利用したら外出しちゃいけるんですけど、え、ヘラスケロって状態以上、もう、ロジャー、キモ、ほんまにこれ、こいつ死ね。あー、だるいな。オッケー、夢かすいけ！夢かすいけ！倒せ！なっちゃ、もう、お前、グイン邪魔すなよ、どう考えてもキル取れたや今のは。まあ いや、とりあえず行きましょうか。 C 旗どうしよう、え、どうなったこれ。 OK、 おでん任せろ。ここで、ここでこいつを止めたから、やばい。あーやりづれ、だるいな。ちょ、おでんこっち行ってくれんかな。ちょ、あ、OK、OK です。あ、回避使ったみたいよ、回避使った。もうこれ、届かんのこれ。なあやばい、もうだるい。ちょっとこれマジで何もできんのやって。メロスメロ単体じゃこれ、横からツッツッとくしかできんけんさ、許してほしい。危ないな、お前、それもさすが当たらんすよ。許さんすよ。オッケー、歌かすも殺しといて。オッケーオッケー、でかいでかいでかい。
いや、これバジランがあってくる、怖い。ちょっと待って、無理無理、2回パスは無理。いや、いけおい、お前といけるパスやったパスよしよし、いいぞ。そう、オッケー、刺し、ナイス、いいよ、うまい。もう、バジランがキモ、おい、素晴らしい。え、カウンター間に合うん、それ。ずるくない？それ間に合うんやな。やば。いや、やっぱ、ヨロキムこうってさ、もう無敵ないよな、あれ。あんな実質最強やけんさ。いや、でも、こっちのチーム、シアター全部押されとうけん。オッケー、オッケー、オッケー。で、ブーストも、相手終わったら、オッケー、オッケー、オッケー。ちょっと、電車 HP1 ないけど、ちょ、ああ、おもんな、もう、おもんないわ。ほんまに。欲しいな、楽しくないもん。最終突撃いきますよ。待って、まだ、まあ、こっからいけんな。この1分からが勝負。オッケー、ブーストも来たよ。さあ、剥がせ剥がせ、俺がこれ本来持っていった。いやー、ナイス、来たこれ。よし、オッケー、固めたらもう勝ちやけんな。どうしよう。ブースト中やけんさ、落とそう落とそう、ロジャーも。ロジャーも頑張って落とそう。ちょ、やめてやめて。もうキモいわ。オッケー、ナイスナイスナイス。返して、返して。ちなみに、ゴキベルが後ろめっちゃ見よる。さあ、無敵持ち紹介したよ。大悟こなんよな。素晴らしいウルティとの連携コンボですよ、皆さん。これが。あ、ちょっとこれあげるよ、ほな。ほしたら、ここ C 波で抑えれる。お、でかい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 。おっき、逆転。よし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 。全然スコア稼げてないけど。ねえ、もう、なんかが多すぎてキモいわ、ほんま。ちょ、おでんくんしね。おでん、これはめろ。よしよし、おでん運ぼう。うわ、全然動かん、こいつ。はて、外に出せ、外に。おらー、これなんよ。お前、2巻勝つごとき、やばい、死ぬ。ちょっと待って、やばい。でも、おでんはこれ倒されることが判明したけど、まあ、だいぶあれやな。結構限られた状況でしか無理やな。どうしよう。再生元もこれほっといていいけど、もう、これ、ロシアきこいな。うん、はい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 。強い。適当なぶっぱだけん勝てんのよ、お前らは。ちぇーうぅーかっつけな。マジでうざい。再生元なんでこんな発生したん、死ねえよ、まあ、勝ちやでもよっしゃ。楽しい。やっぱペロスペローなんよな。相手もらんで皆さんね、ペロスペローを使ったんしろ。あれやんな、やっぱこいつは、どの環境においても、やっぱ確定でキル取れるってのがでかいよな。もうほんまにその、基本的に対マンやったら、状態異常当てたら勝ちなんで、まあまあ、ほんの他やったらさ、結構その、解かれちゃったり、無敵スキル合わせたら無理やけど、こいつの場合は、スキル当てて、その、通常殴った後に済んだスキル短縮が持っとんで、もうめちゃめちゃ強い。どの環境でもやっぱこいつは嫌われるでしょうね。まあ皆さんぜひぜひ使って遊んでみてください。これ、星4のね、ペロスペローの全然戦えるんですよ。こいつ星4でも使えても戦えるんで、ぜひぜひ使ってみてください。ということで今回はね、ここからで終わりたいと思いますね。皆さん、チャンネル登録と、そして高評価、コメントの方、よろしくお願いします。バイバーイ。